いちごマシュマロ。放送開始まであとわずか。私たちは地球へ向かっていた。平和な航海だった。そう、あの事件が起こるまでは。どこから来たんだ、お前は。それどころじゃないよ、みんな大変だぞ。エマージェンシー、エマージェンシー、船内の酸素量が急激に低下中。総員、宇宙服を着用してください。どうしたの？どっから酸素が漏れてるんだ。このままじゃ地球に着くまで酸素が持たない。そりゃ確かに一大事。はあ、どんどん減ってるよ。ダメだな、もう5人分の酸素はない。そうな、暗くなる前に帰らなきゃお母さんに叱られちゃうよ。私だって明日の宿題まだやってませんわ。どうすんのさ、のぶえお姉ちゃん。一つだけ切り札がある。ならもったいつけてないでさっさと教えてよ、このヘタレおばさん。ドキしてる。さすがお姉様ですわ。ねえねえ、どんな切り札使ったの？え、まあ4人なら酸素は持つからね。え、4人って？平気だろ、大気圏突破すればすぐだし。そうだよね。あ、見て見て、わー、綺麗。間に合ったね。おいおい、テレビを見るときは30メートル以上離れてな。いよいよ出番か。お、非常事態発生。船内の食料、お菓子、買い置きのタバコが消えてなくなりました。いちごが